雲に輝く流星の青葉の嵐青木見よ、やはりの流れまさに見よ、伊沢は隆進化の力、岡崎これや我が郷土、伊沢や行け行け青い武将隊、伊沢出陣じゃ。ちょっとね、破れちゃったね。名前の由来は3つの川か、さにあらず、矢作の川を御川と名付けし者がその由来、人水緑が輝きて活気に満ちたるふるさとの美しき町岡崎は、守りが我ら青い武将隊、我こそは平岩は近吉成。この花この桜、神のなしけしこの花の桜うるわし音川が、あ、真ん中流れるふるさと岡崎、八丁味噌に御影石、仏壇花火神社仏閣と岡崎名物カツカツあれだ、何をいても岡崎城青い武将隊、我らは槍の発動せはっ、あたため森綱、ノースリーブ賞その1です。オンリエド、ボング浄土の旗印、ついに悲願の天下統一、家康公の恐れし江戸幕府、天下太平、なんと264年もの長きにわたり、世界に名だたる平和の時代、これぞまさしく、くれ、くれと家康公なり、我ら、家康公の世を助ける三河者、グレート家康公青い武将隊なり、かくいう我は海事を助ける草の者、猪狩将服部半蔵正成、決断、諸徳申し、それが身の上、いつも戦は先鋒で生傷絶えぬこの領、美しいという人もいる、血気盛んなこの武将、鎧の色も明かさない、誰が呼んだか、戦場の鬼、我が名は井伊直政、地位権利と人は言う、人格者とも人は言う、そんなことはないと思う、小牧長久手の劇文では全ての武士を動かした、武功派の言うか、我が名は榊原康政、三位はアジア、先祖で内宿に仕え松平の神守護の尊、恐れきこれより家康公の御神にと従いしは、一向一揆に改修し一度たりとも負け知らず、ただ勝つのみ預けられしは戦国最強の武将、我こそ本多忠勝、はあ、伊達清様、やった、四天王の神狩りは家康公の片腕と、誰が呼んだかそれがしは幼き友のお目付け役、衛星、沈着、切れ者
三河武士の鏡とて徳川四天王筆頭酒井忠次参る家康だグレート家康公青森武将隊伝説知っとる人あ、結構知っとるな
なんかみんなズタボロに汚れた感じのなんか男たちがバーって流れていくやつなんで今劇団劇化でご教えて徳川埋蔵金伝説っていうのがわしらのキャンペーンになるものが始まるというわけでみたいじゃな。なんかでもなわしらの埋蔵金の内容がわしらもちょっとわからんからな。そうそうなんじゃ。あ、何が入ってるか知っとるか。あ、何が入ってるか知っとるか埋蔵金が。あ、多分なんかわしの昔描いた絵とか。絶対いらんなそれ。絶対いらんなわし。お父さんは絵みたいな。多分小さい子でも多分捨てるよこれ。本当結構レアレア。でも何が入ってるかちょっとわからんからな。なんかちょっと予想を榊原さんとか何が入ってると思う。入っとるといいな。お肉。この時期に生肉はいかんよこれ。言い訳しとるわ。生肉はいかんな。どうじゃ、本田太郎とか何が入っとったら嬉しいかな。はいはい。嬉しい。なんかお主キャラ間違っとらんか。大丈夫。なんか榊原殿とかな、小さまならなんかそういう綺麗なこと言いそうじゃけど。びっくりしたわ。絶対気合いかと思ったけど。え、ちなみに、なんじゃ小さまとかは何が臓器。確かに夏休みの終わりに。あ、マイトーキー、うまい、いやいやいや、うまい。まあ気づけなかったわしらも。マイケル欲しくないね。全然いらんね。流れてね。牛乳の匂いしそう。なんかな、宿題とかで。そうじゃな。出す感じになってしまうけど。だからとりあえず9月22日から始まるみたいでございますので。そうじゃ。ぜひちょっと皆様も徳川埋蔵金、発見してくださりませ。こちらの説明はホームページにて、わしらの新しい、なんかこう説明書みたいなものかな。そうじゃな。できておりますのでそちらをご参考くださいませ。はい。それではそのまま我々の元気のいい元気のいいの一般の踊り踊り繰り返しときゃいいじゃろ。イライラするわわし。なんじゃそれ、ちょっとやって。あ、マジでやった。そうじゃそうじゃ。ではでは参りますかな。さあでは、わしら去年の、12月26日家康公のご生誕日に発表されましたこの曲ゴール A.O.I. 岡崎ペンシェンス Here we go。Yeah.
あ、どうしたわし MC だった。俺じゃやらんよと思ってたわし勝手にその選手だった。今生田さんのせいにしようか。そうだよな。ということで、最後に皆様で歌って踊って楽しもう。そうじゃな。まあ、ボロボロじゃない話。いやいやいや、行くだけじゃんって喉もボロボロじゃない。そうじゃ。ということで皆様最後に歌って踊って最後にいたしましょう。